ハワイに引っ越すことになりました。で、テレビ来ました。テレビはオーシャンビューです。今ね、ちょっとずつ、はい、まずソファ。お客さんが来た時はお客さんが使って、冷蔵庫も洗濯機もついてる。皆さんこんにちは、クリアダです。今回はついにね、ハワイの物件が決まったので、ちょっと皆さんに紹介します。いやー、素晴らしいよ。見てこの景色。ちょっとね、今回、まだね、家具とか何も入ってない状態をちょっと一回見て、でこっから家具とか入れてくんで、ちょっとね、今回は僕のハワイの物件を、紹介する企画でやっていくので、じゃあ早速部屋に行きましょう。行きましょう。はい、どう？すごいでしょ？オーシャンビューです。めいちゃん、すごいね。なんでまだね、何も入ってない状態なんで、ちょっとこれから、家具とかを入れてくんで、ちょっと今は入れてない状態の家を紹介します。で、今度ね、またすぐ、どんどんここから家具入れていくんで、ちょっとね、ぜひその過程も届けたいと思います。案内しようか。キッチンです。これこれは何？アイランドキッチンというの？アイランドキッチンです。いいね、なかなか。冷蔵庫もついてて、もうで、食洗機もあるね。ベイちゃん帰ってきた。ベイちゃん帰ってきた。いいね。ベイちゃんはお風呂場で、うん、楽しい楽しいと。あ、楽しい楽しいしてた。ベイちゃんこの家好き？ベーベってことでね、家具が入ってきたので、ちょっと紹介していきます。あのね、前来た時は何にも家具がなかったんで、今ね、ちょっとずつ、はい、まずソファー、こんな感じですね。ベイちゃんどう？この家好き？で、このソファーに、なんかこれはコーヒーテーブルっていうのかな、なんか石でできたやつ。これね、ジャスティンが、乗ってる。あ、乗ってる、オッケーオッケー。ジャスティンが気に入って買ったやつです。でね、ソファーもなんか、どこのだっけ。とりあえずね、これブラックフライデーで買って、でこの1個別のソファーが1個無料でついてくるっていう超お得な時に買いました。でテレビ来ました。テレビは 何インチだっけ。結局75インチだ。75インチにしました。今はね、ちょっと床にあるんだけど、これちょっと台とかをつけて高いとこにしようかなって感じですね。で、あと、まあ今日はめちゃくちゃ晴れてるんで、すごい海が多分綺麗なのがわかるはず。わあ、綺麗だね今日は。はい、ベイビーすごいね。で、このマットも特注で買いました。結構ここのリビングは結構こだわってます。今度はね、ちょっとダイニングテーブルはこういう丸型にしてます。で、椅子がね、こういう
なんかちょっと海っぽく網状のやつにしてます。でキッチン、あれテレビのめっちゃでかいコストコで買いました。あれね、いくらだっけ、600ドル、そうあのでかさでね、めちゃくちゃ安いのよ。でコストコいいね、やっぱりアメリカのコストコすごい。でキッチンがまあこんな感じ、アイランドキッチンになってて、であのすごいいいっすね、色合いとかでね。何がいいってやっぱ冷蔵庫、これこれアメリカの冷蔵庫いいのが、これ氷出るやつです。これバーって押したら氷出る。ちょっと開けてみようか。でこれ最初からね、アメリカは結構冷蔵庫も洗濯機もついてる。はいはい、でめちゃん出て、もう最初からこれが家にある感じです。まあこんな感じですね、だいたい家具は。でね、今ね、あのベッドルーム、ベッドも買ったんで、ただねベッドルームがとんでもなく今はあの散らかってます。なんで多分ジャスに、見せたら怒られそうなんで今日はやめときます。あのバスルームが2つあって、で今はねジャスと僕でちょっと分けて使ってるんですけど、僕のとこだけちょっと紹介しますね。なんでこっちがね、僕がメインに使ってるとこです。結構ねおしゃれでしょ。でシャワーがあって、まあ、こんな感じ、こんな感じで、まあこれトイレ付きで、はい、ベちゃん、はい、でこんな感じですね、こんな感じ。これがお客さんが来た時はお客さんが使って、基本的に僕がメインで使ってます。ウキー、これね、そうヘアワックスないなと思って、アメリカで日本から持ってこなかったんで、ヘアワックスをどうしても欲しかったんだけど、そうこれを買ってみました。まあまあでもね高い、これ10ドルぐらいするから、日本円で400〜500円ぐらい、ちょっと高いね。日本から買った方がいいです。で使ってる歯ブラシ、はい、これ電動歯ブラシ、めちゃくちゃおすすめです。これね、あコルゲイツ、これもめちゃくちゃおすすめってな感じかな。でベイちゃんのはこれ、今はね味が好きで喜んで歯磨いてます。でベイちゃんの歯ブラシ、これはなんと、光ります。どこすんだ、ここか、また光る、うん、楽しいね。 OK、 こんな感じでまあ、簡単に家の紹介をしました。で今後ね、まあいろんな YouTube だったり、家での配信だったりっていうのはまあこっからやっていくので、まあ今だいぶ家具入ってきたんで、まあこれから多分もうちょっと電気入れたりなんかプラスアルファ多分やっていくんですけど、僕の持ってる宝物のちょっとねすごいユニフォームのサイン入りとかの、まあ、どこに飾ろうかなとか、まあいろいろ考えてます。なんで今回は以上です。また引き続き、何か要望があれば、家のことだったり、まあ、ハワイのことだったり聞いてください。まあ、今度スーパーの買い物とかも撮ろうかなと思うんで、あとは、まあ、やっぱ僕のチャンネルは、フィジカルのチャンネルなので、ハワイ中のジムを巡ろうと思います。皆さんハワイよく来ると思うんで、多分アスリートはここがいいとか、ボディメイク系フィジーカーとかボディビルはここがいいとか、まあ、いろんなね、多分使い方によって行った方がいい場所があると思うし、まあ、金額だったり、あとは1日だけ無料があったりとか、なんかそういうのも全部僕のチャンネルで紹介していこうかと思うので、でそのうちアスリートが通うようなジムとかも実際僕が通って紹介したりとか、もう、いろんなジムトレーニング、配信していくので、ぜひ今後、このチャンネル、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録を、もしねハワイ好きとかトレーニング好きとか、こういうちょっとアメリカの感じが知りたい人もぜひ、チャンネル登録してもらって、高評価いいねの方よろしくお願いします。それでは今日はこれで終わります。さよなら、バイバイ、ベイちゃん最後バイバイして。